ゲートの向こう側にこの日を待ちわびた満開の桜、まずは花火より桜花賞、いよいよスタートです。ゲートが開いて飛び出した18頭であります。ちょっと出遅れたんでしょうか。8番スタウイング、ダッシュがつきません。先行するのは何か。6番モズメイメイが行く構え。18番ドウセンローリエ、ムーンプローブ、そして内からはハーパー、その外12番シングザットソング。18頭が第3コーナーに向かいます。内を通りまして4番ドゥアイズ、新緑化がその後ろ、そして外からは14番ベリファーニア、それから3番リバティアイランド、外を通ってラベル、その内からは2番ライトコンタム、その後ろでやりましょうか。13番ドゥーラ、コナコースト、それからエビュー、そしてその外にジューンオレンジ、コンクシェルがそのうちにいます。外を通りまして8番スタウイング。大歓声が上がる阪神競馬場、大歓声が上がる阪神競馬場。先頭モズメイメイ、足が止まった、ムチが飛んだ、川田とリバティアイランド、さあ先頭はモズメイメイが5馬身リード、さあこのまま逃げ切ってしまうのか。外からはリバティアイランド、2番手にリバティアイランド、頑張る頑張る、和田とモズメイメイ、リバティアイランドが襲いかかる。リバティアイランド、ここで先頭に躍り出るリバティアイランド、1着1番人気に見事応えました。勢いがありますね。1着3番、2着5番、3着4番以上のように確定しました。